きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日は広島東洋カープでございます。はい。はい、うん、まあ、ピッチャー4人、キャッチャー1人、内野1人、外野1人と、うん、いうところでね、はい、ブンブンになりましたけれども、うん、まあ、まずね、ちょっと紹介。はい。ね、1位はね、好評で、まあ、苫小牧、斉藤優太、うん、投手ね、苫小牧中央高校。2位が内田正大選手。はい。リネ、リネ、ん？リネ、リネ商業、これなんていうの？トネ、トネ商業。トネ、あ、はい、もう間違うからね、難しいよね。トネ商業、はい、ね、長野県内野手、うん、で3位が増田健弘、竹久投手、はい、東京ガス投手、うん、4位が清水かなと捕手、県大高崎高校で、5位川野慶大阪ガス、うん、6位長谷部銀次、うん、トヨタ自動車投手、7位久保修外野手大阪観光大学、うん、いやめっちゃいいんじゃん。俺でもね、カープのドラフト見たときに1個言いたいときある、はい、もういらんやろキャッチャー、ね、そんないるか。まあ白浜がね、うん、戦力外になったっていうところはあるけども、はい、うん、相澤、坂倉、はい、石原、うん、磯村、うん、中村翔成、はい、いらんやろもう。そうですね、このね、清水選手がいいとか悪いとこじゃないよ、うん、はい、もういらんやろ。しかもね、20歳で高木選手、ね、22歳、持丸選手、24歳中村翔成、25歳石原坂倉、31歳磯村で、35歳以上でね、相澤選手いますけど、もう坂倉時代来るよこれ。そうですね、完全に、うん、でそこの裏に石原とかいるわけでしょ、うん、磯村。だからもういつかのために育てようって感じなんですかね。いつかもうだってもう坂倉王国作ったら、はい、ずっと補欠よ。まあそうですね、坂倉選手あとだって10年スタメン働く。10年はやるよ、うん、うん、確実に、はい、わーっていうね。でも取っていったから、確かに佐藤さん、ま、キャッチャーはいらないって言ってますね。いや俺はいらへんと思うんけどな、うん、でも俺清水選手がいいとか悪いとかの話してないからね、うん、カープいらんやろって言ってるから、はい、で他なんて言ってました。カープ僕カープはピッチャー2人は欲しいと、うん、で、まあ、外野手も1人は欲しいと、うん、でキャッチャーはいらない、うん、で二遊間もまあいらないかなっていうような話でしたね、うんうん、でだから最近話題の、はい、野間西川は FA しないじゃないか佐藤さんに嘘つくなって言うんですけど、うん、まあ、監督が変わったんで、はい、やっぱそこ気持ちが変わったらしいです。へえ、新井ちゃんに説得されて、はい、っていうところもあるしね。で、まあ、一緒に選手でやってたっていうところもあるし、はい、うん、まあ、監督が変わって気持ちが変わったっていうところもあるし、へそこまで俺読めないからね、はい、そうですね、うんうんうん、っていうところがあるらしいですよ、はいはい、で、なんとよ、はい、あともう一つ謎があるのカープ、うん、3位増田東京ガス、はい、5位川野、うん、大阪ガス、うん、もうガスはもう十分みたいな、ね、もうガスはもう十分みたいな東京と大阪からね、もうガスもう列島ね、もうガスも、はい、うん、供給止まらないよっていうね、はい、ところだけども、はい、ドラフト1候補だったんだよな。そうですよ、うん、だからなんで3位まで増田が残ってて5位まで川野、まあ、川野はなんか調子崩してたらしいんだよね今シーズン、うん、だけど残ってるっていうところで、はい、謎だね、うん、そうですね。だ前評判って分かんないですね。うん、だって去年だってさ、広畑もさ、はい、ロッテのさ、うん、オーシャン、はい、岡山、うん、1位候補って言って3位って、はい、みたいなね、うん、感じだったけど、うん、だから一歩間違ったらカープやばいドラフトになってるよこれ、うん、この増田川野っていうところがね、あとこのトヨタ自動車の長谷部、はい、うん、これね、清水、吉見の秘蔵っ子でしょ、はい、須田玄白さんの親戚ですよ、うん、そうなの。あ、それがこの長谷部銀次君だよ。おお、やばくない？あ、慶応から。すごいな、やっぱりがいい感じの、なんかガッツポーズこんなんしてね、うん、すごい。だってもう増田からの長谷部なんてもう即戦力の感じじゃん、うん、これもし3人機能したらとんでもないことになるよ。本当ですね、カープ。しかもそれが残ってるっていうね、うん、これだからもし3年後よ、うん、このちょっとね、ドラフト1位もそんな重複しないで、うん、なんかちょっと地味なみたいな、はい、感じのドラフトだったって言ってるかもわかんないけど、下手したら広島2022年ドラフト大豊作のやばいドラフトって言われる可能性が秘めてる、はい、でしかもこのね、斉藤投手が高校生じゃんね、うん、はい、だから3年後ぐらいの時に出てきたね、うん、はい、でもう斉藤、増田、川野、長谷部、
全員一軍で投げてますみたいな、うん、ありえるからね。そうですね、うん、いやなんかビッグネーム多いですね。しかもこの長谷部も左で取れてるっていうところでね、右の川の増田がハマって、はい、左の長谷部が来て、うん、で後から斎藤来て、うん、いや俺今は分かんない、これはもう謎を解きたい、はい、なんで増田と川野がこんな下にいるのかっていう謎をキャンプを見に行った時に、うん、たまにね前評判良くて、はい、で開始名だって、うん、なんでよみたいな、はい、でも俺らそんなアマチュア見てるわけじゃないから分かんないじゃん、うん、でキャンプとかオープン戦見るじゃん、はい、うん、なるほどみたいなね、あっていう選手もいるわけよ、はい、でも逆に言ったらえ去年の北山君じゃないけど、はい、ドラフト8位なみたいなのもいるからさ、うん、そういったところではちょっとキャンプめっちゃ見たいね、この増田川野、ここはもう注目ポイントですね、この3人、うん、まあね、斎藤選手はまあ体作りもあるし、はい、そんなね、うん、来年からすぐに出てくるわけじゃないと思うけども、はい、これはやばいね、うん、ひょっとしたら、うん、この今年の一番のドラフトの中で、うん、一発化けるか知れないのカーブだね、はい、そうですね、もうほんととてつもない、あのランク付けしたら SS みたいなぐらいの、うん、どうしたんやみたいな、うん、4位みたいな、5位みたいなの、いや3位で来た時びっくりしたもん、まだ残ってたんだみたいな、いやいや3位っていうよりあれ呼ばれないねと思ってて、うん、1位じゃないんだと思って、はい、ね、あとでも育成でも外野手外野手投手って結構即戦力的、青森大学、うん、九州産業大学、うん、そして3位は二松学舎、うん、だからあれじゃないやっぱりこの、うん、のでもね野間西川もね、はい、1年契約なのよ、あそう FA なのに、ここがまたね、うん、んどこよね、うん、みたいな、複数年じゃないの、殿崎見て西武、はい、FA しないから、はい、4年契約、はい、普通そうなんのよ、うん、ん1年 FA 権も使わないで、うん、来年ですかみたいな、もう可能性も出てくるわけだって、 FA 持ってて3年契約だったら毎年これが行われるわけよ、うん、こういう感じが、そうですね、だからそういうのに向けて外野をねいっぱい取ってんのかなって思っちゃうよね、そうですね、うん、育成で大卒の外野を2人取ってるっていう、うん、でまあ内野はこのね内田君、はい、これはあの18歳、うん、いいね、はい、めっちゃいいですよ、じゃあなんであげないの、え候補者が多かったんですよ今回、でもいいんでしょ、いいんですよ、もう取ることは分かってたっす、でしかも二刀流とも言われてるぐらい両方いいんですよね、はい、だからまあね、菊池もね、うん、今、33歳だから、はい、そんなもずっとできるわけじゃないからね、うん、そうなってきたあと4年後で考えると牛田君とねうまく入れ替えっていうところはね、はい、非常にいい形になってくるよね、うん、あとはまあ葉月とかねもういるけど、はい、矢野とかね、うん、いるけども、まあ、どっちかというとやっぱ同じタイプ多すぎる問題っていうのがね、はい、カープはね大森とかもそうだけど、はい、いるからね、そこでだからこう18歳っていうのがいいね、うん、大卒じゃなくて、そうですね、高卒っていうのが素晴らしい選択だと、うん、で外野ね久保投手、はい、久保選手ね、はい、こうまあまあでも右でしょ、でも中村とあの末金とかも取ってるじゃん、あ確かに去年ね、うん、ここら辺どうなんだろうね、納得いってないのかな、そういえば結構外野でも多いですね、うん、その去年取ってんだよ、本当だ、中村末金でその前は宇久さんをねドラフト2位か法政大から、うん、もう取ってるし、だからまあここら辺はやっぱりこの野間西川をダブル流出に備えてたっていうのもあるかもわかんないよね、で来年もしかしたらもあるかもっていうのもあって、だからいきなり2人抜けても困るからね、はい、っていうところも、うん、でまあ下だしね、こう上位だったらもううんって思うのよ、うん、2位に買いやみたいな思うけど、はい、まあ、7位だからね、うん、そういったところでは最後にねあのまだ久保が残っててね、うん、あまだあるからじゃあ7位取っとこうってなったってことを考えたら、うん、まあまあ悪くはない、そうですね、選択だったと、はい、だから本当3年後ぐらいに、うん、カープやばいねっていう可能性もあるし、うん、3年後ぐらいにだから上位じゃなかったんだみたいな感じになる可能性もあるけども、うん、その秘密を探りにね、うん、キャンプとか行きたいね、はい、うわめっちゃ楽しみですね、将来性がすごく、いやだってもうハマったらやばいよピッチャーだってね、うん、えピッチャーみんな本当に1年目からハマったらすごいですね、この、うん、だってまあ先発候補で言えばね、うん、大瀬良、森下、栗、はい、ね、うん、どこだかね今年怪我したのが痛かったんで、ありたかったですね、で、どこだでしょ、はい、でまあここら辺だよね、うん、であとはまあ遠藤とかも投げてたしね、左だったら森とかね、うん、ルーキーので、まあ黒原とかもいるし、あそうだ、だから去年ね左取ってるから、うん、今年右でまあ6位でね、はい、長谷部の左っていう、うん、まあここ先発も欲しいしね、うん、左っていうところだよね、だから重複する選手たちのポジションは下位で取ってるっていうところがいいんだよ、はい、これ上位だとんって思うけど、うん、下位とかね取れるんだったら取っとこうっていうのはね、うん、チームとして悪いとこじゃないしね、はい、
ひょっとしたら来年、はい、早かったら、うん、やばいね、この3人全員新人王候補になる可能性もあるし、うん、はい、はあはあ、まあだから下位だったんかっていう感じもなるかもしれないし、うん、はい、3年後神ドラフトちゃうかって言われる可能性もあるからね、うん、ちょっとこれはもう継続して、うん、このドラフトはね、ちょっと注目だね、うん、そうですね、覚えておかないといけないですね、うん、一歩間違ったらカープは本当にえぐいぐらい強くなる可能性がある、はい、ドラフトのような気がします。楽しみだ。